1942年1月の静岡県警察部浜松署。左端が紅林朝男。浜松連続殺人事件は日中戦争及び第二次世界大戦下の日本で発生した連続殺人事件。当時の日本は戦時体制下にあり犯罪報道が制限されていたためあまり知られていない。静岡県浜松地方において1941年8月から翌1942年8月にかけて担当で10名が殺害され7名が傷害を負う事件が発生した。1941年8月18日、犯人は営業機屋に侵入し1名を殺害、1名を負傷させる。翌8月19日深夜に料理屋で3名を刺殺。翌月の9月27日、犯人は外部からの侵入と見せかけて自宅の兄を刺殺、両親、姉、兄の妻及びその子供の計5名に重軽傷を負わせた。犯人は1942年8月25日にも同様の手口で4名を殺害したが、同年10月12日に逮捕された。自宅での犯行は平素の鬱憤を晴らすため、その他は強盗強姦殺人が目的であった。犯人はろうあ者の青年であった中村清作であった。青年は兄弟7人の6男で生まれつきのろうあ者で家族から冷たく扱われていた。簡単な言葉しか発音できなかったものの知能は高く、ろうあ学校では首席であった。しかし他人に対する思いやりなど基本的な人間性が欠如しており、青年を誰よりもいたわっていた長兄を殺害するなど、肉親に対する情愛も欠如していた。また、この9人の連続殺人の他にも1938年8月22日に2人の女性を刺殺したことを自供している。青年を精神鑑定した内村博之と吉増治夫によれば、生来的に人間的感情や情勢に欠ける。精神病質性の人格、それに加えて不完全な教育を受けたために抽象的、精神的なものが育たなかったためとし、青年を心神耗弱者とする鑑定書を出した。青年は戦時下に行われた犯罪について、厳罰を科す戦時刑事特別法によって審理された。公判には多くの地域住民が詰めかけ、極刑を望んだ。静岡地裁浜松支部は、被告人を、ろうあ者ではなく難聴者と認定し、ろうあ者の刑を減免する、刑法9第40条を適用せず、死刑判決を下し、間もなく死刑が執行された。処刑日については明確ではないが、静岡県警察史は、1944年7月24日、21歳を最後に、刑場の炉と消えたと書いているが、地元静岡新聞にも記事は見られない。なお、逮捕直後に実父である中村文貞が天竜川に投身自殺している。本事件の捜査では、プロファイリングの日本での先駆である内務省技官、吉川清一が加わり、ごく早期から窃盗目的の犯行だと分析していた。また、当時磐田警察署所属の巡査部長、刑事だった紅林朝男が応援で加わっていたが、第3の事件で犯人の身体検査などを担当しながら不十分なままで捜査対象から外すという失態を演じながらも検事総長から捜査功労賞を授与されている。このことで凶悪事件捜査の名刑事として名を挙げたものの、戦後は二俣事件、幸浦事件、小島事件などの冤罪事件を発生させている。ありがとうございます。